はい、皆さんこんばんは、こんにちは。元公立高校理科教諭のチョボ先生です。チョボ先生の教室、2022年5月13日金曜日のホームルームの時間になりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。ということで、13日の金曜日ですね、不吉な日付と曜日、ジェイソンが来ますね。これ若い人は分かるんですかね、ジェイソンが来ますけども、今日はね、そんなジェイソンの話をと言いたいところですけども、ジェイソンの話でもなく、電気チェーンソーの話でもございません。今日取り上げるお話はですね、美味しさを科学的に考えようっていうお話をですね、したいと思います。全然違いますからね。はいはい。美味しい、ね、食べて美味しいと思うものってたくさんね、あると思います。各個人の思考性によるところも大きいんですけども、食べログとか見てね、星がいっぱいついてる方が、一般的に見て、客観的に見て美味しいのかなっていうね、判断基準にしてますけども、その美味しさっていうものをもうちょっとね、科学的に考えてみたら、どのようなことが見えてくるのかということと、いろいろ構成、その美味しさを分析していって科学的な構成要素があるんだけど、あるものが今後重要視されてくるんじゃないかというところまでちょっとお話したいなと思っております。ということで、まず美味しさの構成要素を、科学的に見てみますとですね、食べますよね、口に入れますから、舌で我々、味、味覚を感じることができます。で、甘み、酸味、塩味、塩味、苦味、旨味を認識することができます。辛味とか渋味っていうのはそもそも舌にね、味細胞と書いて味細胞って言うんですけど、味細胞は甘い、酸っぱい、しょっぱい、苦い、旨味を認識することができるんですけど、辛味とか渋味は、厳密に言えば味細胞は反応できないんですけども、それも味覚と入れましょう。甘み、酸味、塩味、苦味、旨味、辛味、渋味、それが舌で感じる感覚、味覚でございますね。はい。で、さらに匂い、嗅覚、鼻で感じる、風味を感じることができますよね。で、さらに、見た目、色、温度、音ということで、触覚、食感、柔らかい、硬い。で、あと視覚は綺麗、彩りがいい、視覚。あとは音、ジューッとした音だったりとか、そういった、五感で感じるというところに分析できるわけですね。味覚、嗅覚、触覚、視覚、聴覚ね。で、さらにプラスアルファの要素として、自分がハイの時とか落ち込んでる時とかね、あと時期によってとか、あと食文化とか食生活とか、プラスアルファの要素も付け加えられて、美味しいというものを定義しているわけなんですね。はい。で、皆さん、舌にね、食べて口に入れるものだから、自分の好みがありますから、しょっぱいものが好きとかね、酸っぱいものが好きとかあると思うんですけど、いろんなところ、重要視しているのは、味覚、味うまいかどうか、あとは匂いがいいかどうか、あとは食感とか、あとは彩り、見た目ね、フルコースとかめっちゃ綺麗ですからね。だから味覚、嗅覚、触覚、視覚っていうのが重要視されてきたんですけども、今日ご紹介したいのはですね、そういった科学的に分析していくと、音ね、聴覚も大事なんじゃないっていうのがね、最近ね、言われ始めてきたわけなんですね。で、この美味しさと聴覚の関係性を研究して、イグノーベル賞、ノーベル賞じゃないですよ、イグノーベル賞を受賞した研究者の方と、その書籍がありますので、ちょっとね、それを紹介したいと思います。美味しさに聴覚が重要だよってことですね。はい。で、この方はね、チャールズ・スペンスという方ですね。はい。美味しさの錯覚、最新科学で分かった美味の真実っていう本を書いておりますので、ぜひね、気になる方は見てみてください。で、これどういう、研究したかっていうとですね、湿ったポテトチップスでもヘッドホンでパリパリっていうね、サクサクパリパリした高音を聞きながら食べるとですね、湿ったポテトチップスがパリパリに感じられて美味しく感じるという研究で、イグノーベル賞を受賞したんですね。イグノーベル賞はですね、人々を笑わせ、そして考えさせる業績に対して贈られる賞なんですけども、それで受賞したと。
これね、まだやってないんですけどね、これを聞いてね、やってみたいと思いましたね。要は美味しい音を聞きながら食べるとより美味しく感じることができると。ねえ、味覚っていうのは舌で感じるんだけど、そこにプラスアルファで聴覚の情報を入れてあげると、まあ、錯覚を起こすっていう言い方が正しいのかもしれないけど、美味しく感じるんですね。なので今までは舌と、まあ、鼻と、まあ、視覚とか触覚重視してたけど、やっぱり料理って美味しさって全部五感で感じてるんだなということがね、このチャールズ・スペンサーの研究から分かったということなんですよ。ねえ、結構面白いですよね。うん、なの でその、まあ、サクサクしながら、サクサクとした音を聞きながら食べるとですね、もうこれ数値化もされてます、高音を減らした時に比べて、高音を流した方が 15% ほどサクサク感が増して新鮮に感じられるということですね。 15% 増し、同じ湿ったポテトチップスやのに。でこの音を鳴らしながら食べるっていうことをね、ソニックチップっていうふうに言い方をしますので、まあ、それはソニックチップでもちょっと調べてみてください。で、ここに注目しました。で、あ、じゃあこの高音を聞きながらポテトチップスを食べるとより美味しく感じられるんだってことね。ポテトチップスに関係する音ね。で、考えた人がいました。考えた企業がありましたね。アメリカのフリトレーというお菓子ブランドに、サンチップスというポテトチップスがあるんですね。で、このフリトレーの会社は何したかというと、このポテトチップスって袋をガサガサして取れますよね。だからよりガサガサ、大きいガサガサっていう音をするようなポテトチップスの袋をね、開発してそれを売り込んだわけですよ。より高音でガサガサとかパリパリに近い音を出せば、よりポテトチップスが美味しく感じられるっていう、このチャールズ・スペンサーの研究をうまくこうインスパイアされて、よりガサガサめちゃめちゃ音するポテトチップスの袋を開発して世に出したわけなんですよ。そしたらですね、うるさすぎってね、苦情が来て、もうめちゃめちゃうるさいんですよ。で、まあ、YouTube で見てみてください。サンチップスフリトレーってやると出てきます。めっちゃうるさい。100デシベルを超える音がね、出るんですよ。これもうめっちゃうるさい。あのね、イヤホンで聞いてるとね、音量落としてください。この YouTube 見るときね、これもううるさいっていう、もうめちゃめちゃ手紙とか苦情来て、いや、うるさすぎやねんけどみたいな。ポテトチップス食べたいだけやのに、いや、もう袋ガサガサめっちゃうるさいんやけどっていう苦情がね、来てね。で、こうどういうふうな対処をしたかというとですね、この会社ね、サンチップスの袋に耳栓をつけたんですよ。うん、うるさいから、ガサガサ言うのがうるさいから、いや、食べるときじゃ耳栓してねっていうのを耳栓つけたんですけど、この対応がね、舐めてんのか、まあ、そう、舐めてるよね、舐めてんのかって消費者に言われてね、このうるさいパッケージっていうのは、まあ、末路はね、すべて回収されたということに、ね、なってるんですね。ということで、まあ、サクサクした音を聞いてるから、ガサガサした音の高音聞いておいしく感じるのかと言ったら、まあ、微妙かもしれないけど、ちょっとその研究結果ね、違うところに引用されたのかもしれないですけどね、あのフリートレーの会社がね、うん、ということで、今日は美味しさを科学的に考えて、まあ、美味しい食べ物は我々五感で感じてるんだということをお話しました。最近はもう聴覚ね、聴覚も重要視されてるよというお話をしました。ぜひ、ね、皆さんも、ね、高音聞きながら湿ったポテトチップスを食べてみてください。 15% 増しで美味しく感じられるらしいですよ。 15% 増しでサクサクしているというふうに感じられるらしいですよ。ということで、今日はこの辺にしたいと思います。それでは皆様、さようなら、バイバイ。